はいどうも皆さんこんにちはのチェスということで今回ですね鬼滅の刃の刀鍛冶の里編第5話の見どころシーン見ていきたいなと思っておりますけども、まあ、今回原作でいうところの109話から111話までがね、まあ、範囲かなと考えておりますその中でちょっと見どころシーンを厳選してきましたということで早速見どころシーン見ていきましょう <noise> はい、ということで、早速見ていきたいなと思うんですけども、まずはですね、こちらということで、まあ、前回上限の4ハンテングが登場しましたけども、まあ、そちらの解説をちょっとおさらいということでやっていきましょう。前回4つに分裂したハンテングですね、赤、ま、度、あ、辛苦、うろぎ、哀絶ということなんですけども、まあまあ、こちらね、4体の鬼に分裂したよということなんですけども、まずは赤度ですね、赤度っていうのはですね、尺状っていうのを使ってですね、まあ、主に雷で攻撃してくる鬼だよということになっております。 ましたで、カラクなんですけども、カラクはですね、まあ、天狗のような内輪を使ってですね、まあ、主に風で攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、ウロギなんですけども、ウロギはですね、鳥のような鬼でしてね、まあ、主に声を使って攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、アイゼツですね、アイゼツは主に槍を使ってね、まあ、攻撃してくる鬼となっておりました。まあ、こんな感じで4つの分類に分けられたというか、まあ、4つのね、タイプがいたということで、まあ、一応ね、それを頭に 入れといてほしいんですけどもまあ、早速第5話の見どころシーン見ていきましょうで、まず最初の見どころシーンなんですけどもこちらということでえ今回最初の見どころシーンはですねま幻、あ、夜 vs 愛説めちゃくちゃ強気な戦いがありますよということでこんな感じなんですけどもいやこの2人の戦闘というか幻夜の戦闘なんですけども非常にねまあ、強気な戦いっていうのがありましてまあ、本当に見ててね本当に気持ちいいというかま幻、あ、夜がねどんだけ打ちのめされ でもそれでも負けないというか、まあ、気持ちだけは絶対に負けないよっていうね、まあ、そういった戦いがありまして、まあ元っていうね、まあ、キャラクターとしての本当良さっていうのがね出てくるシーンとなっておりましてね、僕はこのね戦闘シーンというか元也の戦闘シーンめちゃくちゃ楽しみだねものがありますね本当にうんやっぱりね今までこういった キャラクターっていうのがあんまり柱ぐらいでしか登場しなかったんでまあ同期でこういったキャラクターが登場してくれるっていうのはねまあ、本当に嬉しいものがねありますねうん。まあそんな感じで幻夜 vs 愛説強気な戦いがいいよとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねずこ vs カラクセキドということでいやこちらもですね強気な戦闘シーンなんですけどもなんといってもねこの見どころはどこなのかという ということなんですけども激しい戦闘シーンとなっておりましてねまあ、漫画では分かりづらいというかあんまりやっぱり見どころというかまあうーんって感じなんですけどまあ、アニメ化された時どんな感じになるのかなって考えてみた時にいやこれは結構面白いものになるんじゃないかなと思っておりますねだからまあ見どころシーンとして入れさせていただいたんですけどもいやこれかなりですねアニメーション凝った演出だったりとか凝ったねあの戦闘シーンになるんじゃないかなと僕は思 思っておりますということでいやこちらはかなり激しかったのですごく楽しみですねでまあちょっとグロいシーンなんかもありましたけどもその辺もどれぐらい忠実に描いてくれるかっていうところも含めてね楽しみだねポイントとなっておりますはいこちらもね楽しみですねで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね炭治郎っていうのが建物に戻ってですねまあ、赤戸と激しい戦闘を行いますよということなんですけどもまあ、このシーンがですねこちらもすごくかなり激 激しい戦闘となっておりましてまあ、アニメーションっていうところかなすごく注目となっておりますまあ、漫画ではやっぱりねここねちょっと分かりづらかったというかまあ、漫画ではそこまで見どころでもないかなと思うんですけどもまあ、アニメーションになったら相当すごくなるよということでねまあ、漫画だとやっぱりコマ数がねちょっと限られてくるというかまあ、戦闘シーンちょっと書くの難しいんでねまあ、これが一つ一つのコマになってアニメーションになると考えると相当いいものが見れるんじゃないか かなと僕は思ってますまああの ufo テーブルさんのねまあ、アニメーションですからかなりいいシーンになるんじゃないかなと思っておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね炭治郎禰豆子玄也がですねまあ、戦っていたということなんですけども反転具には勝てなかったというかまあ、思いっきり打ちまかされてしまうんですよねでも逆にそれかなんかこっからの展開を意識しているというかまあなんかこっから怒涛のねなんか激しい戦闘がさらに繰り広 広げられますよって言ったねまあそういった前触れじゃないけども1回やっぱやられた方がねおもろいよねということでいや相手がやっぱ強いということをねまあ証明なんでねそこはやっぱり1回やられとこうよということなんですけどもまあそんな感じですねまあ1回ここでね3人とも思い きりやられれてしまうんですけども逆にそれが次のの新たな展開へのねステップだよということでねいや、僕は <laughs>、それを逆手にとって、ちょっと見どころとして入れさせていただきましたけども。いやー、ちょっとね、何か大きそうな香りがプンプンしておりますよ、ということでね。いや、ここはちょっと楽しみですね。うん。まあ、だから逆にここが見どころとなっております。 はい、ということで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、玉子がですね、ついに正体を表しますよということで、え、ちゃんとした自己紹介というかね、まあ、はっきりと喋るんですけども、いや、これさ、めちゃくちゃいいね <laughs>。 ギョッコの初登場シーンのなんかねセリフというか <laughs> アフレコというのすごく <laughs> いいんですよね流暢にすごく喋るんですけどもいやここですねちょっと原作読んでる時に感じたのがやっぱより一層ね声優さんね中尾隆聖さんっていうのを僕意識してしまいましていや中尾隆聖さんのあのアフレコあのバイキンマンみたいなフリーザみたいなあのアフレコがここでちょっと来たら本当に嬉しいなと、まあ、個人的には思っております ますねうん。いやもう原作読んでるとね玉子が完全にも中尾流星さんでねもう再生されてしまうんですけどもいやここねほんとこのシーン中尾流星さんだったらマジで嬉しいなと個人的には思ったねそういったシーンだったんでねより一層声優っていうところも楽しみなんですけどもまあ、玉子がねまああのついに正体を表しますよということでいやこっちは楽しみなねシーンとなっておりますまあ、キャラクターとして結構ね玉子ねやっぱ面白いというか敵としてねまあいい 感じのキャラクターなんでうんまあ、楽しみですねうんで続いてなんですけどもこちらということでえそんな玉子 vs 時と無一郎のねまあ、戦闘が始まりますよということでいやこちらもかなりアニメーションがすごくなるんじゃないかなと思ってるんですけどいや漫画でもね結構ね本当激しい戦闘だったんでねいやここはかなりアニメーションが来られるんじゃないかなと思ってるんですけど僕めちゃめちゃ楽しみですねうんいやしかも無一郎 君の戦闘がね見れますねすごく楽しみですねうんいやマジで楽しみだわで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、そんなですね玉子の技、えー、血鬼術水獄鉢とですねいう技が放たれますよということでいやめちゃめちゃ無一郎くんやられてますやんって感じなんですけどもいや悔しいけどこのシーンめちゃめちゃかっこいいですよねうんめっちゃいいでこの技はですね鬼狩りの最大の切り札である呼吸っていうのを ですね。封じられる技でですね。まあ、鬼殺隊にとってかなり厄介な技となっております。えー、しかもですね。この水、墨鉢っていうのはね。もう簡単に抜け出せないような耐久性もあるんで、まあ、無一郎くんっていうのはね。今かなり危ない状態に置かれてますよ。ということなんですけども、もいやこの水、墨鉢ね。いやかなり厄介な技ですね。本当にいやどうなっちゃうんだろうね。って感じなんですけどもここからですね。まあ、柱である。無一郎くんなんでね。やっぱり。 抜け出すということなんですけどもいやどのように抜け出すのかっていうところもねまあかなり見どころとなっておりますまあ今回のこのシーンでではですねまあ抜け出すことがまだできないよということなんですけどもまあおそらく次回あたりまあ抜け出すシーンなんかもあるんじゃないかなと思っておりましていやーどうなるんだろうねいやかなり厄介な技が放たれましたけどもムイチロくんの立ち回りっていうところもねすごく楽しみとなっておりますいやアニメでねこのシーンほんと見たいね うん、で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでカンロジさんがついに参戦かということでですね、まあ、張り切ってこちらに向かってますよということでいやー来ちゃいますかカンロさんの戦闘シーンもというかまだ来てなかったんかって感じなんですけどもやっとねいや次回かな参戦してくれるよということなんですけどもいや可愛い <laughs> それ以上に可愛い <laughs> いやもうそれもそうだしねカンロさんはねほんと独特なた 戦い方をする方なんでね。いや僕は本当その戦闘シーンがどうなるのかなってまあ、アニメでどうなるのかな？っていうところも含めて、いや本当に楽しみなんですよね。だから、まあ次回かな。甘露寺さんのそういった戦闘シーンの見どころも見れるかな？ということなんですけども、恋の呼吸ね。めちゃくちゃ楽しみだね。うんまあ、そんな感じのね。見どころとなっております。はい、ということで今回はですね。まあ、見どころ？シーンなんか物語が動くようなね。見どころシーンっていうのはあんまりなかったんだけども。 まあでもアニメだと神会になりそうななんか戦闘シーンっていうところがね、まあ結構あったので、まあ今回は激しい戦闘シーンっていうのがね、まあ見どころかなとなっております。で、まあ刀鍛冶の里編第5話の見どころはね、まあこんな感じだったんですけども、まあ戦闘シーンマジで楽しみだよということで、えなんとですね、次回はですね、第6話、話がドドンと動きそうなね、まあそんな予感というか僕ちょっとね、見ちゃったんですけども、はい <laughs>。もう次回ね、いやかなりこれはね、話が動きますね。 ということで、来週、見どころシーン第6話、え、作りたいなと思いますんで、そちらも楽しみに待っておいてください。皆さんもですね、まあ、こういったところを含めて原作読んでみてください。はい、ということですね、まあ、以上、鬼滅の刃原作13巻より、まあ、ちょっと見どころシーンを引用させていただきました。ってことで、皆さんまた次回のところで、お会いしましょう,うっ